違う。みんなも知ってる曲なんで歌ってください。はい。今日は出てないらしいです。ばかりの夕日の赤が水平線から漏れている苫小牧発仙台フェリー、あのじいさんと来たらわざわざ見送ってくれたよ、おまけにテープを拾ってね、女の子みたいにさ土産にもらったつ手の中で振ればまた振り出しに戻る旅に日が沈んでゆく、女や酒よりサイコロ好きで吸ってんてんのあのじいさん、あんたこそが正直者さ、この国と来たら欠けるものなどないさ、だからこうして漂うだけ、土産にもらったサイコロ二つ手の中で振ればまた振り出しに戻る沈んでゆく。サイコロ転がし風天暮らしのあのじいさん、どこかで会おう生きていてくれ、ろくでなしの男たち身を持ち崩しちまった、男の話を聞かせてよ、サイコロ転がして土産にもらったサイコロ二つ戻る旅に日が沈んでゆく、戻る旅に日が沈んでゆく、戻る旅に日が沈んでゆく、戻る旅に日が沈んでゆく。3年の曲でした。授業っていうのフォーク、まあ、フォークって言われるフォークっていうのが流行った時期っていうのはだいたい66年から8年ぐらいから83、84年ぐらいまでですかね。その後はそう80年代になるとちょっとこうコンピューターミュージックみたいなのが流行ってきて廃れていきましたね。でも根強いファンがいて今も歌い継いでる人がいっぱいいますよね。その中の若い世代になるんですかね、僕は歌い継ごうと思ってやってます。あの時代にいっぱい名曲が誕生してるんですが、そのまま歌われなくなっていくと、その世代の人がねいなくなると
断れなくなってしまうと、もったいないと思って。連続し。これぞ拓郎っていう字余りソングをやってみようかな。一応みんな知ってると思うんだけど、やる人は少ないです。いつの間にかのことだけど、君は僕と親しそうに口を聞く。僕の何が欲しいのか知らないが、君は僕の友達になってくれたんだね。そんなに時間はいらなかったよ、君が僕の家へ来るようになるまでに。どこの誰かさんから聞いたのか知らないが、心の中にまで土足で、はい失礼言って。僕はまだまだ時間がいるんだよ、君のこと知ってるなんて言うのも辛い。信じてますなんてとても言えないよ、言えなくなったのはいつからかまでも忘れちまった。優しそうな顔をして近づいてきて、手の間に見て僕らは仲良しさ。やるせないくらいの勇気を出して、今度はどこで会おうよなどと言ったりしてる。それほど気にしないでもいいんだよね、僕は迷惑だなんて言わないし。君は気持ちのいい人なんだから、そうだそこまで考える必要もないよね。外は毎日砂嵐で歩きにくい、口の中がザラザラで喉もカラカラ。そんな時でも君は会いに来てくれる、僕はカッコつけてピエロになってやるさ。面倒くさがり屋の僕なのに、どうしてなんだろうやりきれないな。君は僕のことをとても詳しく知ってるんだね、今日もまたボブディランの話が嫌だね。思いがけない巡り合わせもないし、ただ僕に会いに来た時の君は変に親切で面白い男だと思ったし、それが今日まで友達同士とは思わないだ。僕はその日が来るような気がする、もうごめんな、もうとてもじゃない、それで終わりにしようとどちらが言い出すか、そう僕は君に言ってもらえると気が楽だね。今日から僕は家にいることにしよう、タバコの煙でも眺めていよう。街は相変わらずの祭り囃子、さよなら君はもう背中を向けなさい。になっていっぱいのドラマが、みんなはみんな主人公に収まっててね。もうそれも今日限りにしよう、さよなら君の親切が今消えた。難しいんですよ、今の歌うの。無理だと思う、みんなに分かる説が。滑舌の問題かと思ったら。滑舌の問題かと思ったら。まず滑舌。どのタイミングで入るとか。四分九分が入るのかな。八分九分が入るって。何行ごと違う。これがある。あ、そう、ちゃかちゃかちゃか。まあなんか途中でなんかリクエストがあったら言ってもらったら。いいの？リクエストあるよ。いっぱい。なんかあの人一人で終わりそうですね。マホロバー。あ、すみません。一応やる予定ですけど。やった。違うなんか。またネタ帳で出てきた。
種が飛んでくっていう曲があるんですけど、京都から太宰府の方へ。うわーやったー、ごめん。え、ごめん、ごめん、ゴンちゃんよかったね。信じ池にかかる三つの赤い橋は、一つ目が過去で、二つ目が今、三つ目の橋で君が転びそうになったとき、初めて君の手に触れた僕の指、手を合わせた後で君はみくじを引いて、大吉が出るまでともう一度引き直したね。上り詰めたらあとは下るしかないと、下るしかないと気づかなかった。天神様の細道、裏庭を抜けてお石の茶屋へ寄って、君が一つ僕が半分、梅がえ餅を食べた。来年も二人で来れるといいのにねと、僕の声に君は答えられなかった。時間と雪の思い出という落ち葉を拾い集めるのに夢中だったの君、あなたがもしも遠く行ってしまったら、私も人よで飛んで行くと言った。忘れたのかい、飛び梅、あの人同じように今鳩が舞う、東風吹けばこっち吹けば、君はどこかで思い起こしてくれるだろうか。太宰府は春、いずれにしても春、こんな感じです。最後の曲になりました。主催人、指示に従う。当然。いい曲だよみんな。いい曲だよ。マホロバいい曲だよ。マホロバ。いいっすよ。じゃあマホロバで終わりますね。春日山から飛ぶ日のあたり、ゆらゆらと影ばかり謎む夕暮れ、汗びの森の迷い身に、尋ねた帰り道、
か見えない僕と足元のぬかるみを気に病む君と結ぶ手と手のうつろさに黙り黙った別れ道川の流れは淀むことなく歌方の時押し流してゆく昨日は昨日明日は明日再び戻る今日は何例えば君は松と黒髪に下の車で待てると言ったがそれはまるで宛名のない手紙探してなくしかの後を追う黒い鳥鐘の音一つ迷いの枝に引き結ぶ行方知れずの化粧組二人を支える雲の糸をゆらゆらと耐えかねてたわむ白糸と君を捨てるか僕が消えるかいっそ二人で落ちようか時の流れは惑うことなく歌方の夢押し流してゆく昨日は昨日明日は明日再び戻る今日は何例えばここで知れると叫んだ君の言葉は必ず嘘ではない本当でもない日は昇り日は沈み振り向けば何もかも移ろい去って青によし奈良山の空に満月言ってもらうほど人物でもないんですけど、みんなよりちょっと練習してるかなとかそういうする時間が多いと思ってます。ベース入るって言ってなかった。入らない。入らないの。そうです。1時間あるから入ってる曲とか。そう、みんなに入って。
みんな20分なのに僕1時間そうよ、だからみんなに入ってもらったりね。昨日 LL で、ええ、LL で、あ、よかったな。3時間歌ってましたね。3時間も、うん、すごい。その後 NSP 吹き野とおともちゃんの間だったんで。でも元気なんだ。元気ってね。違う。みんなも知ってる曲なんで歌ってください。はい。